はい、どうもしゆうです、魔女の家パート5薬をあげるとこから始めていきます。あれがねえとってどういうことだよ。闇に隠した。でこれで緑のルートが取れるようになったので、水は頭蓋骨が封印している。はい、頭蓋骨さんこの部屋は何なんだろうな。で水につけてあれを光らせて暗闇のとこに行くんだろうから、おい、さっきも見たよ、あのタイマー、あのタイマーなんだよ、もう本当によ、はあ、先に水を手に入れてくるか。頭蓋骨が封印してってどういうこと？何も起こらない。わからんよ。てか最低限頭蓋骨もう一つあるんだろう、これ。要するに、謎解きは本当ダメだ。よし、こっち行くしかないな。毒素発生中、色のない靴で通ること。ドクロの兵士。あるところに兵士がいた。彼の国は滅んだが、彼はそのことに気がつかず、さらには自分が死んだことにも気がつかなかった。その兵士はシステムの上に見られ続けていた。城壁の真ん中に立って、正面右左、正面右左と頭を振り続けていた。頭蓋骨の法則性がまるでわからん。消えた。ちなみに15秒経つと、色のない靴か。茶色の靴履いてるからな。4、3、2、1、消えた。服だけ残してバサッ。ダブルアーツかよ。誰がわかるんだそこの話。ダブルアーツのあれって誰がわかんだよ。まあいいやダブルアーツね、懐かしいよね。ってことはこれの謎を解くしかないのか。全く分かんないんだけど。
多分正しい配置に置いてレバーを引くとどうにかなるんだろう、これ。法則性がまるでわからん。正面右左だから、あれ正面右左だよね。城壁の真ん中に立って正面右左、正面右左ってことは、そういうことか。なんとなく理解したな。だから正面右左、真ん中に立って正面右左、正面右左、正面右左。あー、オッケー、分かった。真ん中からマウスカーソル映んないからどうしようもないんだけど、真ん中から映んないんだよな。真ん中から一つ上に行くと右、その右にあるやつが左向いてて、そっからぐるぐる回っていくと、正面右左、正面右左、正面右左だから、ここが正面で、正面で右左、正面右左、正面右左で、正面右左で、最後が正面と。これで、おそらく合ってる。よっしゃー。わーい。ルートたどるのがだるいんで、置いてレバー引く前に一回セーブしに戻ろうか。いちいち正面右左、正面右左ってやるのだるいんだけど。これで一回レバー引こうか。まさか次の部屋まで追ってくるとは思わんかったよ。せーの、ドン。ダメでした。ああ、なるほど。なんとなくわかった。なんとなくわかった。オッケー、なんとなく理解した。これで、違った。骸骨こっちに持ってきて落とすんかなと思ったんだけど、まあ。まあいいや。何ですの？攻めよ。 この状態で一回セーブしようか。こまめなセーブを忘れない。
ここで初見殺しだったら泣くぞ。うわ、迷路かよ。ここが一つの小部屋ですかね。机の下を覗く。何が出るかな。何も出てない。はい、何も入ってない、何も入ってない、何も入ってない。はい、にゃあー、そっかそっか、吸えるものを探さないといけないのか。持っていく、これか。ん、いたっけ。だよね、いなかったよね。お前、棺桶。わーい、わーい。セーブさせて、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 セーブさせて。他のルートには一体何があったのだろうかとかいうのは気になるんだが、もう入れなさそうなのでしょうがない。えいや、ん、わーい、セーブセーブ。楽しいお菓子作り。病気の子を持つ親へ。なんちゃら物依存、薬物かな、依存症。どれも汚れてて読めそうになり。布にくるまれた何かがある。赤い靴を手に入れた。特に役立ちそうなものはない。血を流せ。なんか今。なんか今、なんかの下半身だけが、靴履いてみる。なんだそりゃ。ちょっと待って、下半身、頭取れて下半身だけで勝手に遊びに行きよったわ。どうするんだい、どうするんだい。あ、ダメなんすね。血を流せね、血を流せ、血を動いとるし。吐いた吐いた、ははは、チクショウ。入れる。入れるけど特に何もない。開かない。あかんよそれは。あかんよそれは。え、でもこれしかないよな。でも次進む方法が
れこれどこでセーブしたっけ、どこでセーブしたっけ。ただの罠かよ。わからにゃいい、わからにゃいい、わからにゃいいよっと。わーい、なんでだよ、何の意味もないよ。何の意味があるんだよ、それに。血を流せねえな。何の血を流すんだ。靴を洗う。またかよまたお前かよ。無意味にセーブまたお前かよ。またあれから逃げんの。自動で使用されます。はーい、なんだよー、無理でーす回復地帯ないのかよー。一生懸命ダッシュボタン押してるからね、これ。まあ、ダッシュくんないけど。4、3、2、1。いや、友達ってなんだろうね。彼女はさない。だって彼女は私をこの病気から救ってくれるから。私は彼女と友達になることにした。右の部屋なんだよ。あれ、行けるようになってる。何も入ってない。首のない人形が落ちてる。わーい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 、待てはい、はい、吐き気止めと書かれている。何かの骨が大量に瓶詰め、何かの肉が大量に瓶詰め、包帯や消毒液、鼻の奥に小さな瓶が。なんだよ、喉をなんちゃらするか、喉をなんちゃら薬。包帯や消毒液、皮膚炎に塗る薬、頭痛薬、なんちゃら薬、目薬、
目薬。いや目薬。睡眠薬、鎮静剤、止血剤。風の高いところに何か人形の頭が落ちている。疲労。やっやっひょうひょうひょう猫いない。猫いないよ。セーブさせておくれよ。セーブはセーブはセーブは怖いけど突き進むしかない。何何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 何お母さんは私を捨てようとした。お父さんは私を見ていなかった。お父さんお母さんだったのあれ。セーブセーブ。さてこっからがそうだな。何もしない。時計が鼻食っとるよ。魔女の日記。あれ違った。どうすればいいんだ。そういう無意味な演出やめろよ。どうすんの。人形を元の場所に返してみる。手紙今読んでもどうしようもねえよ。薄紫色のサラサラとした液体が流れている。え人形何だったん。あかん、もうすでに気づいたら23分になっとる。はい、じゃあパート5かな。これでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。